にちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。さて私は今赤色の門の下にいますが、雷門ではありません。そう、ここは日本で最も入学するのが難しい東京大学の赤門前です。今日は東大の学園祭、東京大学五月祭の模様をリポートするためにやってきました。東京大学ならではの催しをたっぷりとご紹介していきます。それではタバサト GO スタートです。タバサト GO。 東京大学五月祭はパフォーマンスや模擬展など500以上の企画がキャンパスを彩り、来場者数10万人という大学学園祭の枠を超えた一大イベント。五月祭について常任委員会委員長にお話を伺いました。今年のテーマは何でしょうか。はい、今年のテーマは花咲く未来建造中です。五月祭を当日楽しむだけじゃなくて、五月祭で得た感動とかを持ち帰っていただいて、未来のお客様の未来に役立ててほしいという思いでこのようなテーマにしております。東京大学の学園祭ってどうして5月に行われるんでしょうか。新入生の歓迎イベントの大会がありまして、それがそのまま5月祭に変わっていったため、今春に行われております。秋にも東京大学学園祭があるんですけど、新入生の模擬展が出るのはほとんど5月祭になりますね。なるほど、はい、そういうことならまず初々しい新入生たちが集う模擬展から覗いてみましょう。多国籍でいろいろな種類の美味しそうな料理の出店がずらりと並んでいます。タピオカいかがですか。焼き鳥4本で300円です。いかがですか。さらに威勢の良さと工夫を凝らした楽しい呼び込みの数々が目を引きます。1個300円でございます。びっくりした。びっくりした。あ、甘ちゃん発見。豆腐しなんで、ね、ちょっと似てますよね。え、そうですか。はい、どうですか、五月祭参加してみて。楽しいです。楽しいです。はい、はい、もうこれからなんでワクワクしてます。はい、初めてですもんね、五月祭。初めてです。五月祭参加してみてどうですか。いろんな人と会えますね。それが一番楽しいです。はい、どうですか、五月祭。楽しいです。イエーイ。私も数年前に大学を卒業したのですが、思い出しますね、この楽しい雰囲気。ワクワクします。こちら東大医学部を含む理科 2,3 類1年生の模擬店にお邪魔しました。焼いたパンケーキにバニラアイスを挟んだサンドでアイス、いただきます。美味しいですよ。甘さが上品です。東大どうですか、入ってみて。いろんな人がいるんですごい勉強になりますね。将来は何になるんですか。自分は生物学者になりたいです。どんなことを研究するんですか。細胞の中がどうなってるのかを調べたいです。で、将来は何になるんですか。薬学部に行って、薬の研究をしたい。将来の夢はどっかの会社経営したりしてみたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。初々しい1年生のブースでした。皆さんに負けないよう私も頑張ります。改修中の安田講堂前では多彩なステージイベントが開催中。このパフォーマンスはダンスサークル東大ホイールド。さてこちら工学部エリアでは、学生たちの日頃の研究を展示や体験などを通して紹介しています。行ってみましょう。工学部2号館では近未来体験2014と題されたイベントが開催中。私が乗っているのは簡易リニアモーターカー。他にも電気飛行機に電動アシスト車椅子、ロボットでの対戦ゲームなど、見て操作して楽しく体験できます。やってみてどうでしたか。すごい、車椅子はスムーズで面白かったです。いろんなことがやっぱり科学でできているのが分かって面白かったです。将来何になりたい。スターウォーズっていう映画に出てくる。いやでもね、あれも科学が不可欠ですからね。大きな夢叶えてね。続いてやってきた工学博覧会の会場では不思議な現象を目撃。液体窒素でアルミホイルを超低温にすると電気抵抗がゼロの超電導体になるんです。この状態で超電導になったので、はい、このコップの底多分の距離を磁石から離れた状態っていうのがこの物質に記憶されます。ほーすごい。するとなぜか
浮いてるの見えてます、ね、分かります分かります、すごーい、すごい、まだ距離を上げて、はい、浮いてる浮いてる、手品みたい、お客さんもびっくりです。こちら農学部の会場には海の生物に触って触れ合えるタッチプールなるものが。本当だ、なんかねじれてるね。ちょっと触ってみていいですか。全然そう人でだったら。怖いな。おお、硬い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 。今マジでビビっちゃいました。硬い硬い。ちょっとはしゃぎすぎてしまいました。また法文2号館では東大ガイダンスと題した中高生を対象とした東大生とのフリートークイベントを開催。私も特別に参加させていただきました。基本的な質問になるんですけど、やっぱり頭が良くなければ東大には入れないんですかね。テストで点数が取れるから頭がいいのかって言われるとそうとも限らないし、逆にテストで点が取れないから、まあ、頭が悪いっていうとそうとも限らないし、東大に入るということだけで言えば、まあ、その入試の点数を取れれば入れるとは言えるんですけども、果たしてそれだけで頭のいい悪いが測れるのかというとなかなか難しいところかなと思います。東大の魅力って何ですかね。日本各地から優秀な学生が集まっていますので、それに負けないように自分もモチベーションを維持でき、また高みを目指すことができるということじゃないかなと思います。大枠さんが東大に入ってよかったと思った瞬間ってどんな瞬間ですか。本当に自分の考えをしっかり持った人が ほとんどなので、自分もそれに負けないようにというか刺激を受けて、もう常に考えることって重要だなっていうのを思ったことが自分の成長につながってよかったかなと思います。ざっくばらんに話をしてくれる東大生と、それを聞き逃すまいと真剣な中高生、日本が誇る大学ならではの学園祭風景を見た気がしました。さてこちらは医学部本館、東大医学部5月祭企画が開催中。これは縫合体験ですね。頑張って。白衣を試着して写真撮影なるものも。私が挑戦しているのは内視鏡手術体験。難しい。モニターを見ながら臓器に見立てたダミーを器具を使って縫っていきます。ボタンがあるんで、はい、それをカチッと押してもらったら離れます。なるほど。これがなかなか難しいんです。貫通しました。あ、糸が通りました。これで一応できる。こんな感じで縫えますよっていう感じ。なるほど。距離感がつかめなくて難しかったですね、内視鏡。お医者さんやっぱりすごいんですね。器用ですよ相当。来場者に感想を伺いました。どういったきっかけで。あの孫が管弦楽団に出てるもんですか。お孫さんの東大の学園祭に来る気持ちってどうですかね。楽しみにしてましたから。学生さんたち見てどうでした。本当に生き生きしてて若い人はいいなと思いますね。素晴らしいと思います。この方は慶応大学の学生さん。5月生きてどうですか。いやー、こんな大盛況ですね。本当に羨ましい限りです。なんかさすが東大って思ったり、これ楽しかったってあります。やっぱりこう広さがやっぱりあるので、それだけ使ってその本当にいろんな分野のことが思考を凝らしたその催し物というか企画っていうのがあるっていうのがやっぱり一番の魅力なのかなっていうふうに思いますね。こちらのお母さんは、あの将来孫のために東大はどんなもんか見学していこうってことで。なるほど。東大生のイメージ変わりましたか。全然雰囲気なんか現代っ子。ああ、そうですね。あのガチガチ の勉強だけじゃなくていいですよね。そうですよね、そういうところここ今日の文化祭見えますね。今回は東京大学5月祭の模様をご紹介してきました。日頃の研究についての紹介を見て体験して、そして東大生と楽しく触れ合って親しみが湧きました。東京大学を身近に感じられるイベントでした。それでは今日はこの辺で、また次回まで。さようなら。